い、今モスバーガーに行ってます。今日は子供たちの発表会があったんですけれども、すごく上手に演技ができたので、ご褒美で今日はおもちゃ付きのキッズメニューを買ってあげようと思ってます。はい、はい、また後でバイバイ。はい、皆さんこんにちは。今日はモスバーガーに来ています。こちらもお伺いします。照り焼きチキンセット、はい、照り焼きチキンバーガー2つ、あとセットの種類ご覧ください。ポテトと飲み物のこれ S セットで、 S セットでそれを2つ、はい、で飲み物は、はい、オレンジジュース両方とも、はい、で氷なしで、氷なしで、はい、であと、モスチーズバーガーを、はい、モスチーズバーガーセット、あの鬼ポテセット、はい、鬼ポテのセットでを一つで、飲み物は、はい、ジンジャーエール、はい、ジンジャーエールをお付けします。で、あとお母さん何バーガーだったっけ、あ、モスチーズバーガーも、モスチーズバーガー、はい、もう一つ でセットで、サラダセット、はい、サラダセットで、で飲み物は紅茶、はい、アイスとホットございます。アイスで、アイスで、あ、すいません、ホットで、ホットで、はい、レモンミルクストレートございます。レモンで、はい、かしこまりました。はい、以上で、はい、テリーキスキンバーガー2つ、お客様 S セットで氷抜きのオレンジジュースを2つお付けします。はい、モスチーズバーガーを2つ、お1つがオニポテのセットジンジャーエールをお付けします。はい、お1つがサラダのセットでホットレモンティーをお付けします。はい、3220円でございます。はい、1万円で、はい、かしこまりました。1万円入ります。はい、780円のお返しでございます。はい、どうも。サポフラーをお持ちになって、おかけになってお待ちくださいませ。リングどうでした、オニオンリングどうでしたか。甘かった。甘かった、甘いよね。はい、これオニオンリング食べてみます。うん、美味しそうですね。美味しいです。オニオンリングおすすめです。おすすめですよ、おすすめですよ。こちらが照り焼きバーガーで、こちらがモスチーズバーガー、今お母さんも食べてます。で、こちら照り焼きバーガー、レタス嫌いなので私が食べました。照り焼きバーガーどうですか。マシッショよ、マシッショよ、人生マシッショよ。おもちゃは釣り、カニさんが入ってる釣りセットをもらいました。サラダどうですか味。あ、人参が美味しいです。人参が美味しい、うん、人参のこの酸っぱさ、酸っぱさ、あのドレッシングが美味しい。美味しいですか。はい、はい、美味しいですよ。はい、今からモスチーズバーガーを食べます。うん、トマトがすごい新鮮で、肉もすごい柔らかくて、玉ねぎシャキシャキ、パンも美味しいです。で、もし皆さん日本に遊びに来たらモスバーガーに行ってみてください。アジュマガンチュー。はい、子供たちは、普通のキッズメニューはあんまり好きじゃないんで、照り焼きセットを普通に頼んで、おもちゃを別料金で買いました。昨日じゃ足りなかったので追加を頼みました。バニラシェイク M サイズ、ストロベリーシェイク M サイズ、あとホットドッグとオニオンリングを追加してしまいました。食べ過ぎです。